じゃあ始めます。どうも、今日はありがとうございます。遠方から来ていただいてこちらこそ、これは一応75年、今年の原爆の75年の、スペシャルっていうか、その企画としていろんな方々にお話を聞いてるんですけれども、特に被爆者、たまたま被爆されて、今、ニューヨークのこの、これはポキプシーでいいんですか、ね、いや、ラグレンジビル、ラグレンジ、またちょっと違うんだ、ちょっと違います。あ、そうですか、すみません。大丈夫です。だいぶ上の方であるのは確かなんですけども、そう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 、そちらの方で、お住まいになってまして、そしてその、広島で被爆をされたということで、もう何年ぐらいですかね、毎年ニューヨークの方でこう原爆の式典をやってるんですけれども、その時にこう、来ていただいて、お話を伺ったりしております。だから今日はそれでちょっとなかなか連絡がつかなかったので、最終的にもう家まで押しかけてきてこのビデオを撮らせていただいて、本当にね、いや、すいませんです。こちらこそ。それでまずちょっとそうですね、簡単に自己紹介っていうか、自己紹介って変な言い方かもしれないですけど、私のことですか、はい、どちらで生まれられたかとか、お名前とかもちゃんともう一度、わかりました、お願いします。名前は富子森本ウエストと申します。生まれは広島で、育ちも広島です。でもアメリカに来てからもう60年ぐらいになるんですけども、バーサ大学で日本語を教えさせてもらって22年おりまして、ですから、ちょっと日本語まずいんですけどもすいません。日本語を岩佐大学で22年間教えさせてもらって、その間にいろいろの学生と会って、その学生たちともまだ連絡し合っております。もうその学生はもう年取ってますけど、早く言えば私 の、 主人がね、2年半前に高しましたけど、でも一人ですけど頑張っております。その特に今年、75年っていうことで、いろんな、こう思いとかがあると思うんですけども、そういうことを少しお聞きしたいなと思ってるんですが、その前にやっぱりちょっと被爆体験のこと全く知らない人もいらっしゃるとは思うので、少し簡単に、どういう体験をされたかを話してもらって、それからちょっと、そういう話に皆さんご存知だと思いますけど、8月の6日でね、やっぱり暑い日でして、雲も何も素晴らしいお天気だったんですよ。それでB-29 が飛んでるのをちゃんと見てたんですけど、きっとあれは偵察機だと思って、何も持ってなかったら急に、大きなフラッシュ。おいくつだったって言われましたっけ？おいくつぐらいの時？13歳。13歳、はい、じゃあ13歳だったら本当によく覚えてますね。13歳、で、それからちょうどあれは8時15分ぐらいね、朝礼の時でしたから、でも朝礼って言ってもその頃は学校に行かないで、なんていうの、我々は挺身隊って言って働かされた、だからそこにいたんですよね。で、その爆弾が落ちて、もう考える暇もなく、もうすぐに後ろからもう火が回ってきてるんで、それで、大体の私と一緒にいた学生たち死んじゃったんですけど、おかげさまで助かりまして、それで、とにかく火が回ってくるからね、火のないとこといった、結局は恋っていう山があるんですね、広島に。だから恋の山に逃げていきました。で、2日経って恋の山から広島が燃えてるの見えたんですけど、それで結局最終的には山から降りてきてね、それでうちに帰ろうと思ったんですけど、うちは肘山っていう方でも、恋から真反対の方でね、ずっと歩いて帰ったんですけども、川、広島7つ流れながらね、その橋がみんな落ちてるんですよ。だから、橋 の、 渡れるとこ、とにかく、今は平和
橋というと思いますけど、あの頃相生橋って言ってましたけどね、まあそこでね兵隊さんなんかもう馬に乗ったまま亡くなってたりして、してましたけども、結局渡れたのがあの鉄橋みたいなところだ。だから鉄橋をこう渡ってくるんですけど、下見るともう死骸でいっぱいなんですよね、みんな膨れちゃってね、でもそれがどんどんとあのなんていうのかな、あの海の方に流れ、だから怒ったら私も一緒にいたと思うんですけど、おかげさまで、まあでやっと家に帰ってきたんですけども、あのもう焼け跡になって、それでうちの職人さんに会ってね、あのそしたら職人さんはね、お母さんはいなかったけどもおじいちゃんとおばあちゃん見たって、だから肘山のね防空壕はそこにいたっていうか、そこに行ったらまあ、みんなそこにいて亡くなった人もいたんですけど、でそこにで 2,3 日、そのうちにおじいさんもおばあさんも死んじゃったんですけど、で結局私一人になって防空壕にいたんですよね、で終戦になって、それであのだから終戦になった時に天皇陛下があの終戦になったことをね、あのラジオでお伝えになったんで、それも聞いてないんですよね、ラジオがなかったから。まあとにかくそういうで最後最終的にはうちの母親がを見つけたんですけども、彼女は半焼けになってました、だけどうちのあの母の着てたあのなんていうの着物のね、あのあれとそれからあの財布の口金と母ってことは分かったんですけども、だからでうちのおじいちゃんが死んだ時にはね、日本の兵隊さんが来てみんな死骸を集めに来るんですよ。だからもう13歳だけどね、おじいちゃんは私は絶対に渡しません、私が焼きますって、焼いたんですけど、まあいろんなことがありました。でもね、そういう経験があった頃あったからこそ私は強いだと思いますよ。そうですよね、やっぱりね、なんかあの、ほらあの先生もご覧になったと思う、私の 紙芝居、はいはい、日本に行ってるんですよ。あ、あれ日本に行ってるんですか。だからねそれ、あのまあ新聞送ってくれたんですけど、だからね私ここでのほんとしてますけど、いろんな人にねあの、世界平和のことを伝えられれば嬉しいです。そうですね、だからあれも面白いですね、一つの展示にしても本でもそうですけど、なんかそこからどん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 勝手に一人歩きしていくっていう感じがあるから、ね、だから、あのこう言ったら変でしょうけど、私がね、あの他界した後でも、そういうのが広がっているっていうことは私は見守ってますけど。そうですね。いや、ちゃんとやってるかなっていう感じで。いや、だからこのビデオを撮ったやつでも、だからそれをまた他の人が知らないところで見て、でそこからまた学んでいったり、ああこうなったんだとかね、だから特に印象に残ってることってあります、その被爆っていうか原爆を落された後で、まあ、ずっといろいろ歩いて行かれたりする場所で、この光景、あんまり話したくはないかもしれないですけど、これはやっぱり一番、そんなことないんですよ、あのね、一番気の毒だと思ったのは、みんなほら死んだ人でいっぱいでしょ、だから赤ちゃんがね、お母さんが亡くなったらまだお乳飲もうとして、それすっごく印象に残ってますね。それから広島のあの愛用橋にあの電車が通ってて、みんなこうこうやってハンドに下がったまま死んでたり、そういうことまだ覚えてますけど、まあでもね、悪い forget the bad and remember goodまあそこからなんかね、またいろいろなそう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 希望も出てくるだろうし、なんかね苦労してもね、あこんなの苦労のうちじゃないと思うね。なるほど、そうですね、してきてるからね、でもあの私が一番自分でよくやったなと思うな、うちのおじいちゃん の、あの死骸をね兵隊さんに渡さなかった。いやもう、今でもそんな勇気あるかな、ね、いやでもね、それだけ力が出てくるっていうのは面白いですね。そうですよね。そういう時はね。
だから私はね、あそこのあの通りのとこで毎朝拝むんですけどもね、うんうん、みんなに見守ってもらってるから、まあ、うちの主人もですけどね。まあ、さっきの75年で何かね、こう今年特に75年になって何か自分はまあこういうことを感じてるとか、まあ 特別で、本当は毎年毎年の積み重ねっていうことはありますけれども、まあ、75年 ね、うん、あの75年って本当に、まあ、あの時13歳で私も88だからね、うん、当たり前のことですけども、うんうん、長いようでやっぱり短い方ですね、うん、もうあっという間に、うんうんうん、まあ、今からもまだ今からもまだまだですはい、はい、これからもずっとね、毎年もうこの時期になると、まあ、別にする時からもそうですけども、来年もまたよろしくお願いします。こちらこそもう来年はちゃん、まあ、またいつものようにお寺とか教会とかそういう、ね、施設でできればいいと思うんですけど、ね、人が今回は、ね、うん、今年はもう今回だから集まれるっていうよりはオンラインで通して、まあ、こういうものを見せたりで、その中でやっていくっていうことで、なかなか人はこう集まってできるっていう感じじゃないですね。まあ、日本の方はまだ集会できそうなんで、あ、ね、今年は国際会議場、広島の平和公園の横中にちょうどミュージアムがあって、その横に会議場があるんですけど、まあ、そこでするということ で、だからそれで原さんの方とかもそっちでコンサートはあるんですよ。もう一度原田さんにお会いしたい。ねビデオ、これ今YouTube で見れることになってますから。あ、見ます。 YouTube ライブで、ね、はい、なんか広島 starts from today or something。 ああ、そうそうそう、ね、広島から始めようか。そう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 、うん、会いたい。世代いろんな人がいらっしゃいますけども、まあ今、まあ、この75年で何かこう一言伝えたいっていうようなことがあればぜひお願いしたいです。あ、まあ、なんていうの、It's a same kind of crochet, I think. だけど、うん、あれですね、もうこういうことが二度とないように、うんうん、World Leader に伝えたいと、うん、世界の、ね、まあ、うん、世界のリーダーの人にね、伝えたいと思います。で、まあ、私は命のある限り、うんうん、訴えていきますけども、私 の、 最後のメッセージとしてですね、すみません、お家を出るときにはいつでも家族に、さようなら、 I love you って言ってね、それが最後になるかもしれませんから、私は母に口答えして出て行って、それドアをブチャーンとして閉めて行っちゃったんで、もうそういうこともないようにしてください、我が命振り返みれば思い出す、凸凹の道黒もありし、はい、我が命振り返みれば思い出す、凸凹の道黒もありし。あ、はい、ありがとうございます。いやいや、もう一個いきます。一ついいですか。もう一つのね、うん、これ好きなんです。あ、じゃあそれを。セミの音や故郷の音とは異なれど、夏が来たよと我に告げに帰し。本当なんですよね。朝起きたらセミがピエピエって、うん、ね、広島のセミと違うんですよ、音が。あはは、同じセミでも面白いなと。だから同じ違う声でもあれですね、ね、起こしてくるの、いやー面白い。ありがとうございます。いや、こちらこそ。それじゃあ、まあ、こういう感じで今日はいろいろお世話になりました。ありがとうございます。何をおっしゃいます、ね、本当にもうすいません。